この街であなたも私も。この番組は愛良市の提供でお送りします。この番組では男女共同参画の視点から、すべての人にとって暮らしやすい社会や防災について考えます。今回はキッズカフェ&バーリンクの種田理沙さんにお話を伺いました。前回もお聞きしたんですけれども、はい、お店を経営されながら、はい、まあ、それ以外の地域づくりの活動だったり、まあ、いろんな委員会とかにも出席されたりとか、はい、まあ、本当幅広くいろんなことされてるなっていう印象があるんですけど、はい、なんでしょうね、こうそういう動き方っていうのは周りの方から見てどんなふうに見えてるんですか、はい、ちょっと珍しがられたりしませんか。あ、そうですね、結構、まあ、お店を始めたばっかりの頃は周りも会社員が多かったりだとか、うん、まあ、主婦とかそういう時からすると、え、お店やっちゃうのみたいな感じでびっくりされたりはしたんですけど。お店をやること自体、あ、そうですね、なんかやっぱりすごくリスク高いよねみたいな、その雇われる働き方のこう守られてる安心感とか、なんか自分で何かをやるっていうことに対するこう不安だったりとか、こう踏み出す勇気みたいなのが、まあ、すごくなんだろうな、大変そうっていうイメージがあった。もちろんそれは大変は大変なんですけど、でもなんかそれ以上にやってみると、やり始めると、まあ、数年経つと結構今働き方としてなんだろうな、好きなことで、まあ、例えば資格を取ったりだとか、うん、講師として働くとか、まあ、個人事業の方って本当に増えてるなと思っていて、そうですね、うん、でも特に女性はですね、もちろん旦那さんの、はい、こう稼ぎがあった上での自分たちの働き方みたいなところもちょっとまあ動きやすい方もいるとは思うんですけど、まあそうじゃなくても自分一人でも本当に全ての生計を立てるぐらいの感じでバリバリ働いてる方もいらっしゃいますし、なんかそういう方たちが周りにすごく今多いんですよね。なんかコロナ以降特になんかその生き方とか働き方の見直しみたいなところ、なんかそういう空気感がなんか高まってる感じありますよね。そうですね、なので、まあ、もちろん女性だからやりやすい仕事とかもあると思うんですけど、例えば子供に関することだったら、まあ、男性よりは女性の方が同じ経験をしている気持ちが分かったりだとか、寄り添いやすかったりとかってする特性も、例えばそれを活かしながらそういう資格を取ったりだとか、まあ、そういった働き方ですごく頑張ってる女性が多いんですよね、周りに。でそういう方たちとやっぱり何かこう自分の持ってるスキルが誰かの役に立つならばとか、それがまあ広く愛らしだったりとか、なんか社会の役に立つんだったらっていうことで、何かこうやりたいっていったプロジェクトがあった時に、結構それに皆さんこう手を挙げてくださる方が多くて、私もじゃあそれ一緒にやりますとか協力しますとか、できることがあったら声かけてくださいっていう方が今は本当に多いので、うん、すごくやりやすくはなってますね。なるほど。なんかこういう方向に進みたいとか、こんなことやりたいっていう方がいたときに、なんか周りがそれを応援できる環境ってすごい大事だと思うんですけど、なんでしょうね、まあ、なかなかそうなってない場面もあると思うんですけど、そういう環境を作っていくために、なんかできることってありますかね。どうでしょう。やっぱり自分のやりたいと思ったことは口に出した方がいいなっていうのは実感としてあって、はい、で私も結構いろんなことやってるように思われてたりとか、まあ、実際いろんなことはやってるんですけど、はい、なんかそれってこう全然自分一人でできることってほとんどなくてですね、そこに助けてくれる人がいたりとか、まあ、一緒にやってくれる人がいたりとか、支えてもらえてるからこそやれるみたいなことって結構口に出してるんですよね、うん、次これやりたいですとか、はい、まあ、今だったら山が欲しいですとか、はい、山が欲しい学校欲しいですとか言ってるんですけど、なんかそのうちもらえるんじゃないかなとか思ってるんですけどまあね、誰か山を手放したい方がいらっしゃればっていうところです。まあでも確かに言っとくって大事なことですよね、はい、空き家が欲しいって言ってたら、空き家の回収をやってらっしゃるのはそうなんですよ。その話聞いてもいいですか、はい、空き家が欲しいですって、場所欲しいですって言ってたら、なんか空いたんですよ近くに。はあ、はあ、はい、このリンクからですね2軒挟んだ隣に、はい、もう本当近いところに駐車場も広く取れて、もう本当にそこも築100年超えなんですけど、最初見た時は、うん、これ住めるのっていうような感じだったんですけど、はい、それは住むための場所として、あ、そうですね、一旦住もうかなと思って借りたんですけど、はいはいはい、もうそれもやっぱり地域の方がすごく協力してくださって、うん、はい、
なんかあっという間に住めそうな気配が見えてきました。あれですよね、そのもう業者さんにお願いするとかじゃなくて、あ、そうですね、自分たちで基本的には、はい、DIY で、はい、まあ、ワークショップを取り入れながら、はい、やりたい人がやるみたいな感じで、はい、まあ、今床を全部畳張りだったのをフローリングに変えるために断熱材を入れて、はい、なんかこう高さを揃えてみたいなことをみんなでやって、あとは壁を塗ったりとか。それあれですよね、こうとてもお一人ではできない全然できないって一人ではというか、私なんかその日、はい、そのもちろん現場にいるんですけど、はい、なんかコーヒーこぼしてみたりとかなんかそこは外に出しとかないといけないのに中に入れ込んじゃったりとか、もう基本足しか引っ張ってなくて、はい他の方がその辺はサポートしてくださる。そうですね、もう記録係になろうかなと思ってこの前はずっとカメラを回してみたんですけど、あまり役に立たない。それはこういうことやりたいですとか、はい、まあ、周りの方に言ってることで協力してくださる方が出てきたりとか、はい、そうですね、うん、まあ、その取り組み自体が地域にとっていいことだよねって思ってくれているとかっていうこともあるんですかね。そうですね、空き家ってやっぱりこう課題じゃないですか、うん、市にとっても課題、ね、うん、地域にとっても課題なんですけど、はい、資源でもあるんですよね、はいはいはい、ですごくそこを生かしてまた次何かをやりたいけど場所がないって言った人が、うん、あ、この空き家どうにかなるんじゃねって思ってもらえたらすごくいいし、でもやっぱり最初じゃあこれを工務店さんに頼んで修理してってなるとやっぱり数百万単位でお金がかかってくるじゃないですか。でも手元にはこれだけしかありません、でもどうにかしたいんですってなった時に、はい、マンパワーでもうどうにかしましょうっていうなんか手伝ってもらえるようななんか団体が投資してくれたらすごくいいんじゃないかなと思って、うん、まあ、その一つのモデルにもなれたらいいなっていう感じで今やってるんですけど、うん、いやでも、ね、なんか次々なんか新しいことやってらっしゃるイメージがあるんですけど、はい、なんですかね、こういくつぐらい書いてらっしゃるかなと思うんですけど、いや、いくつですかね、なんかやりたいことがもちろん舞い込んできたりとか、ただ私なんかこう目の前を取りこぼさないっていうのを、はいはい、まあ、ここ数年テーマにしてるんですけど、目の前を取りこぼさない、はい、目の前に飛び込んできたことしか自分ごとにできないんですよね。なのでこうなんか遠い未来のこととか、例えば国のこととか県のこととか全域みたいなことってあんまりなんか背負えないなって自分では思ってて、まあ、本当目の前のこと、そうですね、今で言うと重富のこととか、はい、私今娘が小学生なので、はい、小学生のまあ抱えるなんか親御さんの課題だったりとか、はいはい、そういったことについてはなんかどうにかしたいよねって思うと、じゃあどうにかしたいって思う人たち同士で何かやろうよみたいな感じになってきて、はいはいはい、うん、でまあ、そこが一つ、まあ、女性活躍とか男女共同参画みたいなワードの中にちょっとなんかそのどうにかしたい何とかしたいみたいなことがちょっとこう今は入ってきてはいるんですけど、でもそれってこうなんだろう、興味がある人にしか興味がない、なんか硬いじゃないですか、男女共同参画とか女性活躍とかもなんかイメージだけでなんか難しそうな、うんうん、なんかすごいちゃんとしたことやってるみたいな感じで思われるんですけど、はい、なんかどちらかというとそうじゃなくて、当たり前にこう全員が普通の感覚でなんだろう、その人らしく生きるみたいなことが思える社会の方が理想じゃないですか。そうですね、はい、だからそこを一部の興味ある人たちだけでやるんじゃなくて、みんなが自分ごとになるような動きができるのがむしろ私なんじゃないかなと思っていて、ね、何のプロでもないので私は。いやでも何のプロでもないと言いながら、でもいろんなプロとつながってますよね、はい、そうですね、うん、めちゃくちゃつながってます ね、 ね、ありがたいです。それは強みだと思いますけどね、はいはい、それしかないです強みこの番組ですね、その男女共同参画というワードは何回も出てきてるんですけど、うん、もう一つのテーマとして防災っていうのがあったりするんですね、うん、はいはいはい、まあ、特にその地域とのつながりを、はい、まあ、いろいろ作っていかれているという感じもするので、その地域にとっての防災みたいなことについてどんなイメージを持ってらっしゃるか、その辺を少しお聞きしていいですか。防災はですね、もうめちゃくちゃテーマで、はい、多分これで1本取れるんじゃないかぐらいなんですけど、はい、もうあまり時間もないのであれなんですが、特にその熊本で豪雨災害が、まあ、昨年起きた時に、はい、鹿児島からずっとそこに対する支援をしている友人がいて、一緒に私も現場に行かせていただいたりとか、ずっと物資をこう支援し続けたりとかっていうことをする中で、そういった大きな災害が起きた時もやっぱり地域の力だと思うんですよね。その近い人の、まあ、安否の確認だったりとか、今日食べるものがあるかの確認だったり、寝るところがあるかの確認だったりとかができること。でやっぱり子どもたちを今取り巻く環境を見ていると、コミュニティ単位で、まあ、愛らしも動きがそれぞれ違うとは思うんですけど、今ですね、私もその
重富航空コミュニティ協議会の会議とかに出させてもらう中で、地域の大人が子どもたちをもういかに支えようとしてるかとか、はい、そこに対する思いだったりとか、もちろん経験だったりとかもすごくある方が多いので、その中ですごく勉強させていただいてるんですけど、今って個人情報の関係で名簿の配布ができないとか、まあ、学校からもそういった家庭の環境を伝えることができないっていう問題があって、その見えないと支援のしようがないというか、名簿がないと点呼もできないしっていうところで、そういった課題が今すごく出ていて、ただ避難所運営とかになってくると、誰がいるのか、はい、誰がいないのかみたいなことが一番こう最初の入り口として大事になってくるじゃないですか。そうですね。はい。うん。で、その時も本当に地域力、あそこには子どもが何人いるはずだとか、はいはいはい、そういったことをそれぞれがこう分かり合ってること、本当に日々の積み重ねだなと思っていて、なので近いところでつながりをこう強めるみたいなことは災害時もすごく大事になってくると思います。ちょっとたっぷりお聞きしすぎてる感じなんですけど、はい、じゃあちょっと最後の質問にしようかなと思うんですけど、そうですね、あまり遠い未来のことはイメージしにくいみたいなこともあったんですけど、はい、今現時点で、一番やりたいことというか、これから取り組みたいと思っていること、はい、なんか目標みたいなのがあれば最後に教えてください。一番取り組みたいと思っていることは、はい、私なんか遠い未来な気がしますけど、村が作りたくて。村が作りたい。ちょっとそれはそれで、村が作りたいんですよね。はい、でもその中でもちろん学校があった方がいいとか、はい、山があった方がいいとか、はい、なんかその村っていうのは、まあ、それぞれが生きやすい村、自分が自分らしく生きれる村っていう感じなので、その上でのテーマというかワードが頼り合えるっていうことがあると思っていて、私はまあさっきも言いましたけど、自分が何のプロでもないっていうことがあるので、めちゃくちゃ人に頼って生活してるんですよね。でそれをこう自分が体現することで、なんか頼っていいんだっていう空気をどうやら相手にも伝えることができるようで、で私が頼ると相手に頼ってもらえるんですよね。でその頼り合いっていうのが多分これからすごく大事で、大体何でもできちゃう人って自分のこと自分で応えられちゃうんですよ。多分和垣さんもそういうタイプだと思うんですけど、まあ、頼るの下手くそってよく言われます。そうですよね。はい、なんかそういう方こそもうめっちゃ頼ってほしいって思ってるから、私はめっちゃ頼るんですよね。まあ、そういう場を作りたいっていうことですかね。そういう空気を、そうですね、作っていった中に、なんかもっとそのまあ気使う人だったりとか、こんなこと相手に言っていいのかな、自分でやった方がいいんじゃないかなとか、そういうちっちゃなことがこう生きづらさにつながってるんだとしたら、そういうのをちょっとずつなんか取っ払えたらいいなみたいな、もっと緩やかに生きていいんじゃないみたいなことを提案できるといいなって思います。今回はキッズカフェ&バーリンク種田理沙さんにお話を伺いました。この番組は愛良市の提供でお送りしました。